皆さん、こんにちは。今回の昭和一丁目一番地は、昭和の男子小学生あるあるです。いつの時代でも男子は面白いことが大好きですよね。昭和の男子といえば、秘密基地や泥団子を作るのに熱中し、外遊びではめんこ、缶蹴り、ドッジボールで盛り上がっていました。また、学校ではリコーダーを使ってチャルメラを演奏したり、音楽室のカーテンを体にぐるぐる巻きにして遊んだりと、男子の手にかかれば面白い遊びが無限に生み出されてきました。時代の流れとともに遊び方は変わってきますが、小学生のブームの真ん中にはいつも男子がいましたよね。そこで今回は昭和の男子小学生あるあるを紹介していきます。男子目線、女子目線でもあるあると言ってしまいそうです。そんな当時を懐かしく振り返っていきます。ぜひチャンネル登録もしてください。では早速行ってみましょう。小学生にもなると男女問わずみんないろんなものを集めていましたよね。女子の場合は香り付き消しゴムやキャラクター文具など実用品がメインでしたが、男子は用途不明なものや実際に使えないものなど大人になって振り返ると、なんであれを集めていたんだっけと疑問になるようなものがかなりありました。そんな男子が熱中して集めていたものといったら皮消しは外せないでしょう。これは1970年代後半にブームとなったスーパーカーをかたどった消しゴムです。スーパーカーの種類、色や大きさもバラエティに富んでいました。休み時間になると男子は皮消しを持ち寄って指やノック式ボールペンを使って弾いたり、中には専用の発射台を使ったりと工夫を凝らして消しゴム落としに熱中していましたね。とりわけランボルギーニやカウンタックといった王道の皮消しや、ひときわ大きく重量がある皮消し、ゴールドに着色された皮消しは入手が難しく、持っているだけで一種のステータスとなり、男子には憧れの的でした。スーパーカーブームが去った数年後には、当時大人気だった漫画「筋肉マン」をかたどった金消しが流行りだします。皮消しと違い金消しは人の形をしていたので、乱暴に扱って手足の一部が取れて悲しい気持ちになる男子もいましたね。皮消し、金消しは商品の見た目が消しゴムのようでしたが、実際に消しゴムとしては使えないため、当時の学校では文具ではなくおもちゃとしての扱いでした。そのため勉強に関係ないものは学校に持ってこないようにという先生と、何としても持っていきたい男子のこれは消しゴムですという謎の攻防戦も繰り広げられていました。ビックリマンチョコについてくるビックリマンシールも昭和時代に男子が集めていた一つでした。最近のビックリマンチョコは人気アニメやアイドルとのコラボを行い、ビックリマンシールの種類も多様化しており、現在でも根強い人気があるお菓子です。付属のビックリマンシールはいつの時代でも男子の心をときめかせていましたが、シール目当てに大量購入してウエハースチョコを捨てるという社会問題も起きたほどです。昭和の男子もビックリマンシールの虜となっていました。1977年に初めて発売されたビックリマンチョコにはドッキリシールというジョークシールがついていました。画鋲や折れた釘、縫い針などが透明なシールに印刷されていて、机や床にこのシールを貼り、見た人を驚かせるいたずらシールでした。見た目がリアルなシールなので、いたずら好きな男子なら家でドッキリシールを貼ってお母さんに怒られたこともあるのでは。1985年に悪魔 VS 天使のシールが発売されると、再び男子にビックリマンシールが流行します。あまりの人気に1人何個までの購入という個数制限をするお店もありました。集めたビックリマンシールを見せ合ったり交換したりと昭和を過ごした男子なら、一度は経験があるのではないでしょうか。皮消し、金消し、ビックリマンシール以外で男子がなぜか集めていたものとして蓋があります。1つ目はコカ・コーラ社が販売していた瓶ジュースの蓋で、王冠と呼ばれるものです。当時コーラやファンタなどはペットボトルではなく瓶で販売されていました。蓋の裏には白い裏蓋があり、それをめくるまで何が描かれているのかわからないくじのような作りになっていました。スーパーカーブームだった時期は蓋の裏にカラフルなスーパーカーが描かれていました。1978年にはタイアップとして映画「スター・ウォーズ」の名シーンが描かれた蓋が登場します。当時の男子はこぞってこの蓋を集めていましたよね。瓶の蓋は栓抜きで開けるので、力加減によっては蓋が歪んでしまいます。いかに平らで綺麗な状態のまま蓋を開けられるか、開けた蓋にレアな絵が描かれているのが重要でした。こうして集めた蓋コレクションを男子は友達に披露していました。令和になった今でもスーパーカーが描かれた王冠は人気で、オークションでは高額で取引されています。2つ目はコカ・コーラよりも簡単に入手できた牛乳瓶の蓋です。小学校の給食で提供される牛乳が瓶だった頃は、多くの男子が牛乳瓶の蓋を集めていました。また家庭で牛乳の配達を頼んでいる場合は、自宅で集めた蓋を持っていくこともありました。特に人気が高かったのは明治フルーツ牛乳や明治コーヒー牛乳のように、学校では入手できないレアな蓋でした。昭和時代は銭湯が今よりも身近だったため、銭湯に行った時に明治フルーツ牛乳や明治コーヒー牛乳を飲んで、その蓋を持ち帰っていた子供もいました。男子は集めた蓋を使い、めんこや蓋を指で弾いたり、息を吹きかけて裏返したりと、いろいろな遊び方で楽しんでいました。繰り返し何度も遊んでいるうちに、だんだんと蓋もヘナヘナになりますが、遊びに勝つと相手の蓋がもらえるので、強い男子はたくさんの蓋を持っていました。当時は男子の引き出しを開けると、集めた蓋が高確率で入っていましたね。牛乳といえば、給食時間に牛乳を飲んでいるクラスメートを見つけると面白いことを言って牛乳を吹き出させる行為も男子あるあるです。当時流行った替え歌や面白いフレーズ、流行っていたダジャレなど、とにかく相手を笑わせ牛乳を吹き出させるのに男子は一生懸命でした。昭和時代に小学生だった男子なら一度はやったこと、されたことがあるのではないでしょうか。替え歌も男子あるあるの一つですね。昭和の男子は猿、ゴリラ、チンパンジーの替え歌をよく口ずさんでいました。この歌の原曲はクワイガーマーチという歌ですが、原曲を知らない方でも猿、ゴリラ、チンパンジーと聞けば思い出す方も多いはず。クラシックの大御所モーツァルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークも、男子の手にかかればバーカアーほどじまぬけという替え歌にされていました。他にも同様、森のくまさん、静かな湖畔、歌謡曲、瀬戸の花嫁では歌詞の語尾に別の言葉を付け加える替え歌が流行りましたね。昭和の子供たちに大人気だった8時だよ全員集合で、カラス、なぜ泣くの、カラスの勝手でしょという7つ語の替え歌が披露されると、男子はこの替え歌に夢中となりました。7つ語のようにテレビ番組で放送された替え歌はそのままの歌詞で流行りましたが、他の替え歌は現在のようにネットも普及していない中、全国で似たような替え歌になって流行りました。それだけ同じ思考の男子が多かったということでしょうね。登下校中の男子の行動もまた面白い行動が多くありました。最もポピュラーなのは、電柱と電柱の区間をじゃんけんで負けた子がみんなのランドセルを運ぶというゲームで、俗に言うカバン持ちですね。参加する人数が多くなればなるほど、運ぶランドセルの数が増えることや、運ぶ区間が電柱の配置によっては短かったり長かったりと平等ではなかったので、男子は必死でしたよね。ランドセルの片紐を他のランドセルにかぶせるように連結させ、時には後ろだけでなく前にも背負って下校する男子を今でも覚えている方は多いと思います。昭和から流行っていた男子のこの光景は、令和の現在でも見かけることがあり、時代が変わっても男子あるあるなんでしょうね。これ以外でも、登下校時のあるあるとして、謎のルールに沿って下校するという行動があります。細やかなルールは地域によって違いますが、道路の白線の上だけを通って家に帰るという遊びがありました。白線から落ちると地獄、白線の外側には〇〇がいるなど、その時によって設定は変わりますが、男子はこの遊びを楽しみながら帰宅していました。時には白線の上を通るというルールのため、自宅とは違う方向へ進むことも。白線以外では道に落ちている小石を蹴りながら帰ることも男子あるあるです。小石が行方不明になると、また新しい小石を見つけて、と、終わることなく続けられるため、帰り道のルーチンとなっている男子もいましたよね。最近の小学校は公立でも制服のある学校がありますが、昭和の小学校では地域差はあるものの、私服登校の学校が多くありました。昭和の小学生が登場するアニメ、ちびまる子ちゃんでは、1970年代の小学生の様子が描かれていますが、男子は半ズボン姿が多いです。このように、昭和の男子は半袖半ズボンが定番でした。半ズボンといっても現在のように膝上で渡りが広いタイプではなく、丈が短くスリムなホットパンツでした。男子は寒い冬場になってもこの服装が多く見られました。雪が降るような日でも半袖半ズボンで登校していた男子はヒーローのような扱いを受けていました。冬場の半袖半ズボンがかっこいいことの条件だったため、長袖シャツや長ズボンで登校するとひ弱だとからかわれることも。冬場の女子はカーディガンや毛糸のパンツで暖かい服装をしていたのに対し、男子は鳥肌が立つ真っ青な太ももで登校して、見ている方が心配になるほどでした。男子の服装で外せないことといえば、T シャツやセーターの襟ぐりから顔だけを出してジャミラの真似をすることが挙げられます。昭和の小学生が大好きだったウルトラマンシリーズに登場した怪獣ジャミラとそっくりになるため、男子ならジャミラに変身したことがない子供はいないのではないでしょうか。紅白帽もウルトラマンになりきるための必須アイテムでした。紅白帽は地域によって呼び方が変わり、赤白帽、体操帽などとも呼ばれ、昭和中期あたりから小学校に普及し始めました。体育や運動会だけでなく、登下校時に着用することも多い紅白帽ですが、つば部分を真ん中に立てて半分を赤、もう半分を白にして被ることで、ウルトラマンに変身できました。セーターから顔だけを出したジャミラと、紅白帽を半分にして被るウルトラマンで、戦いごっこが始まるのも男子あるあるですね。言葉遣いでも男子には独特の傾向がありました。口喧嘩になると、何年何月何日何時何分地球が何回回った時、と言い出す男子がいませんでしたか？証拠を求めるときに男子はよくこのセリフを口にしていました。これを言われると返す言葉がなくなり、悔しい思いをした方も多かったでしょう。この何年何月何日何時何分地球が何回回った時というセリフは現在の男子も使っているので、ある意味では昭和から受け継がれている歴史のあるセリフになっていますね。逆に最近の男子の間ではあまり使われなくなったけど、昭和の男子の間で頻繁に使われていたセリフとして、命かけるがあります。質問の答えに自信があるときや、約束を果たせるか確認するときなどに、絶対に間違っていない、絶対に約束を守るという意味で、使われていたのが命かけるという言葉です。些細な約束から、ものすごく話の大きな時まで、広範囲にわたって、命かけるは使われていました。スリリングなセリフではありますが、実際に答えが間違っていたり、約束が守られなかったりしても、命かけるという言葉は、言ったことさえも忘れられていることがほとんどでした。すぐに忘れるくらい頻繁に命かけるというセリフを男子は使っていましたね。これと同じくらい頻繁に出ていた言葉として、バリアがあります。時代や地域によっては、バリア、バーリー、エンガチョ、塩ビのようにいろいろな名前で使われていました。バリアという言葉とともに決めるポーズも時代や地域によって異なりました。ピースをした両手を胸の前でクロスする。親指を立てた両手を胸の前でクロスする。人差し指と中指をクロスさせたハンドサインを出す。手をグーの形にして人差し指と中指の間から親指を出すなど、多様なポーズがありました。バリア宣言は無敵でした。相手からの攻撃を受けない、汚れたものを触った相手を近寄らせない、最強の防御でした。どんな攻撃を受けても無効化するため、ドッジボールや鬼ごっこなどの遊びでバリアを使われると、いつまでも遊びが終わらず、バリアをめぐる喧嘩やルール変更もつきものでしたね。ちなみにこのバリアですが、もともとはウルトラマンに出てくる必殺技、ウルトラバリアがモデルだと言われています。テレビが元になり、男子がよく使っていた言葉は他にもたくさんあります。ドリフターズが出演する昭和の人気番組、8時だよ全員集合に出てくる言葉は、特に男子には人気がありました。加藤茶さんのちょっとだけよは、番組内では艶めかしい音楽が流れるお色気シーンとして有名でした。大人からすれば子供に見せることへ躊躇がありましたが、男子にとっては大人の不安をよそに大人気でした。学校でもこのシーンを再現して笑いを取ったり、会話の中でも突然横たわり、ちょっとだけよを取り入れたりと、男子がこれを言うことで笑いが起きていました。ブルース・リーも人気でしたね。1973年に公開された燃えよドラゴンでは、それまで馴染みのなかったヌンチャクを振り回し、アチョウの雄たけびを上げるシーンが有名でした。これに影響された男子は、ヌンチャクの代わりにタオルを振り回し、掛け声の代わりにアチョウを連呼して、あちらこちらでブルース・リーが溢れていましたね。男子の持ち物を今から考えると不思議なものがありました。中でも多機能筆箱は男子に人気で持っていた方も多かったのではないでしょうか。一般的な筆箱と違い、多機能筆箱はその名の通り、必要、不必要にかかわらず、機能がたくさんついていました。鉛筆を入れるところ、定規を入れるところ、消しゴムを入れるところなど、それぞれの用途ごとに収納が分かれていて、開閉できる部分が多くありました。鉛筆の削り具合が調整できるダイヤル付きの鉛筆削り機、フィルムが装着されていて、上からメモが書ける簡易メモ帳など、使えそうな機能もある反面、ルーペや温度計のようにどこで使うのかわからない機能もありました。あまりにも機能が多く、授業中にいろんな面をパカパカ開けたり、入りそうもないものを無理に詰め込んでみたりと、男子にとっては格好の遊び道具になっていましたね。忘れてはいけないものとしては、ゲーム機が挙げられます。実は昭和にも現在のようなゲーム機がありました。1980年に任天堂から発売されたゲームウォッチは、任天堂 DS の元祖とも言われています。現在のゲーム機のように、ハードとソフトが別々ではなかったので、一つのゲームウォッチで一つのゲームしかできませんでした。価格も昭和当時としてはやや高値だったため、これを持っていたら一躍人気者でしたね。1983年になると、ファミリーコンピュータ、通称ファミコンが発売され、こちらも子供から絶大な支持を得ました。男子はファミコンに夢中になり、放課後になるとファミコンを持っている子の家に集合し、友達がプレイする様子を見たり、時にはプレイさせてもらったり、という思い出がある方も多いのでは？小学生の思い出では、楽しいことばかりではなく、時には思い出したくない出来事もあったはずです。男子にとって何よりも切実な問題だったのは、トイレ問題ではないでしょうか。不意な腹痛などで個室トイレに入ろうものなら、すぐクラス中に話が広まり、時にはありがたくないニックネームがつけられることも。女子トイレは全部個室だったので、学校でお腹が痛くなったとしても、なんとかごまかしようがありますが、男子トイレはそうはいきません。こっそりと個室トイレに入ったつもりなのに、あっという間に個室トイレのドア前に、冷やかしの男子が大勢集まったものです。このため、個室トイレに入ることを我慢して漏らしてしまう男子もいましたよね。当たり前の生理現象なのに、学校の個室トイレに入っただけで噂の的となり、次に同じように誰かが個室トイレに入るまでの間、これが続くのは本当に大変だったと思います。このような男子トイレ問題を解決するため、最近の学校では男子トイレを個室に変える動きも出てきましたが、全部を個室化するとトイレの個数が確保できない、掃除が大変などの問題点もあり、難しい課題が残っています。性別に関わらず気軽にトイレに行ける時代が来るといいですよね。今回は昭和の男子小学生あるあるを振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。当時の思い出を振り返って、あんなこと、こんなことを思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。これからも懐かしい昭和に触れていきます。紹介した以外にこんな〇〇があったなどあったらコメント欄に投稿してください。この動画が良かったと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。